ララポートララポート新三里ララポート新三里とは埼玉県三里市新三里ララ市ィ三丁目の武蔵野創社場跡地に建設されたララポートのモール型ショッピングセンターである2006年7月日本鉄道建設公団が所有していた武蔵野創社場跡地の三里市域を三井不動産が落札跡地は三井不動産など六社の共同開発によって商業施設 小て住宅、物流施設等からなる新三里らら式として開発された。本施設は JR 武蔵野線新三里駅西口からペデストリアンデッキで直結し、隣接外区に立地するコストコ新三里倉庫店、イケア新三里店とともに新三里らら式における中核商業施設として位置づけられ、2009年9月17日に178店舗が、 入る大型 SC として開業した。テナントは、家電量販店の石丸電機、京王電鉄沿線以外発信室の、京王百貨店、H&M やザラなどの外資系、ファッション専門店、吉本遊べる、水族館や、トーマスタウンなどの娯楽施設のほか、隣接する、池屋新三里やコストコ新三里倉庫店等無料循環シャトルバスで連絡するなど、 通常の郊外型ショッピングセンターとは異なる携帯でスタートした。2012年4月25日、新美里ララシティ4マイクに、ララポート新美里アネックスが増設プレイをオープンし、同年4月28日にグランドオープンした。ララポート新美里アネックスアナネックス間のテナントであったフォーエバー21は、日本市場撤退に伴い2019年10月31日に、 閉店。2020年10月30日に、スーパースポーツゼビオが開店している。ララポート新三里アネックスシャトルバス住民。説明会では2008年11月17日オープン。予定だったが、同年11月19日に変更。食品館、伊藤洋華堂は、食料品、日用品のみを扱い、近隣では、 千葉県流山市の流山大鷹の森 SC 内に店舗がある。同じ三里市内のピアラシティには伊東洋華堂三里店が出店。ありがとうございます。